パウルス三世、パウルス三世、パオルースイ e 1468年2月29日から1549年11月10日は、第220代ローマ教皇、在位、1534年から1549年。本名は、アレッサンドロ・ファルネーゼ。イエズス会を認可し、プロテスタント側との対話を求め、教会改革を目指して、 トリエント公会議を招集したことで知られる。アレッサンドロ・ファルネーゼは、トスカーナのカニーノに生まれる。母は、教皇ボニファティウス8世も輩出した、カエターニ家の出身であった。アレッサンドロはもともと、ローマやフィレンツェで、ウマニスタ、人文主義者として知られ、インノケンティウス8世時代の教皇庁で頭角を表しつつあったが、妹ジュリアが、 アレクサンデル6世の愛人となったという事情もあり、大抜擢され、1493年に、数奇教になった。教皇クレメンス7世時代には、ポルトゥスの司教数奇教、教皇調律大学の学長になり、クレメンス7世没後のコンクラーベで教皇に、選出され、パウルス3世を名乗った。教皇は手始めに14歳と16歳でしかなかった二人の、孫、 アレッサンドロ・ファルネーゼ、息子・ピエロ、ロドビコの長男と、グイド・アスカニオ、スフォルザ、娘・コスタンツァの息子を、数奇教に任した。教皇長が、ネポティズムの害悪から逃れられない時代であった。しかし、続けざまに、ガスパーロ・コンタリーニや、レジナルド・ポール、ジャコポ・サドレと、ジョバンニ・カラファ、後の教皇・パウルス四世といった優秀な聖職者たちを、数奇教に任命してもいる。 パウルス3世は当時緊急課題であるという認識が高まっていた教会改革に対して非常に積極的であった。1536年6月2日、教皇はイタリアのマントバに公会議を招集する旨を発表し、対話による教会分裂の回避を目指してプロテスタントの代表者たちにも参加を呼びかけたが、ドイツのプロテスタントたちが イタリアでの会議には参加しないと表明したため、マントバ校の尽力も虚しく会議の開会は延期、やがて中止となった。1536年、パウルス3世は9人の優れた高位聖職者たちを招集して委員会を作り、教会改革の現状分析と課題について検討させた。1537年に委員会は有名な報告書、 コンチリウムでエメンデミクレジアをまとめ、教皇に提出した。報告書は、教皇庁における不正や汚職などの問題点や、教会の抱える多くの課題を指摘していた。この報告書はローマのみならず、ドイツにまで持ち込まれた。1538年、マルティンルターは、この報告書に序文をつけて、ドイツで出版したが、そこには、 数機教たちが教皇庁の積もり積もった汚れを放棄で、なく、自分の尻尾で掃除しようとしている、風刺画が描かかっていた。しかし、教皇自身は、改革に対して、真摯な姿勢で取り組んでおり、公会議開催こそが改革の原動力になると、信じて疑わなかった。そのために、公会議の実現に向けて力を尽くした。しかし、これまでの公会議主義運動がほとんど、 実りをもたらさなかったこととに加え、先に委員会が提出した報告書の勧告も実行には至っていないこと、不安材料であった。一方で、同年にはイングランド国教会を建てたイングランドをヘンリー・パッセイを破門した。教皇自身が政治問題を引き起こすこともあった。例えば1540年には自分の孫にあたるオッタービオ、ファルネーゼ、アレッサンドロの弟を、 カメリーの公にしようと、ウルビーの大公からカメリーの公の地位を剥奪している。また、過酷な税を課したことで教皇の支配下にある都市との間で戦争が勃発したこともあった。例えばペルージャは税の支払いを拒否して教皇の軍隊に包囲され、降伏。抵抗したコロンナ市民も制圧され、アスカニオも1541年に屈服させられた。こうして、 高校の憂いを断った教皇はいよいよプロテスタント問題に取り組むことになる。1537年に教皇はイニゴという中年のバスク人に率いられた小さなグループを越見し、後に彼らを修道会として認可することになった。この時教皇も含め誰も後にこのグループがカトリック教会と世界史に名を残すほどの大きな業績を残すことを予見できなかった。 彼らこそが、イグナチオデロヨラに率いられた、イエズス会である。その頃、神聖ローマ皇帝ガール五世は、ドイツのプロテスタント問題を解決すべく、自らのプランに、ローマが協力することを求めてきた。教皇はこれに応えて、ハゲノー、1540年とボルムス、1541年、での帝国議会に、特使序盤にもローネ枢機卿を派遣。さらに、 レーゲンスブルクの宗教会議には、コンタリーニ数規教を代理とし派遣した。当時、議人の問題が論争の中心であったため、コンタリーには、信仰によってのみ義化されるというプロテスタント側の、主張と人間の共同も評価するカトリックの、伝統的な議人観を言わせるべく、二重議化説を、とえいた。この説はいわば苦肉の策の折衷案で非常に妥協的なものであったため、 カトリック教会からも、マルティンルターラプロテスタントからも受け入れられなかった。ここに至って、プロテスタント側との対話による和解は、困難なことが誰の目にも明らかとなった。残る方法は、実力行使によるプロテスタントの妥当であり、教皇がローマに、新しい異端審問書を設置したようにプロテスタントに、対して断固たる態度を取るという見方が強くなった。しかし、 カール5世はあくまで公会議による解決を主張した。カール5世の熱意はトリエント公会議の実現によって身を結んだ。公会議はさらに開催へ向けて右与曲折があったが、1545年のパウルス3世の会直レターレエルサレムによって正式に招集された。1544年のクレピーの和訳以降、カール五世はドイツ国内における発言力を急速に増し、 プロテスタントと肩入れする諸侯を武力で粉砕しようと企んだ。ボルムス帝国議会の合間に皇帝は教皇施設として派遣されていた教皇の孫、アレッサンドロ・ファルネーゼ・ス機キ教との間に役場を交わし、プロテスタントに対する武力攻撃に対する教皇のお墨付きを得た。教皇はカール五世がドイツ問題にかかりきりになっている隙をつく形で、 息子ピエロ・ロドビコ・パルマ及びピアチェンツァ公にしようと考えた。教皇領内の問題ではあったが、数期教会にも反対者が多く、教皇は息子をカメリーノ及びネピコーとすることで妥協せざるを得なかった。教皇は諦めきれずに皇帝に協力を求め、皇帝は兵力と軍資金の提供と引き換えに尽力を約束した。カール五世は1542年から、 ドイツ西部において、タイプロテスタント諸公との戦いを開始、すでに破門されていたビエドのヘルマンを破り、これを追放することに成功した。続いて、反皇帝で連合していたシュマルカルデン同盟軍との全面戦争に入り、これを破り、南ドイツ全域を完全に支配することに成功した。1547年4月24日の、 ミュールベルクの戦いでの勝利によって、シュマルカルデン同盟の主要な指導者である、ザクセン選帝校、ヨハンフリードリヒトヘッセンホーハクフィリップを捉えることに成功し、ドイツ全域に対して影響力を持つようになった。皇帝は暫定規定に従いながら、ドイツにおけるカトリックの勢力回復に尽力していたが、協力者であったはずの教皇との関係は、冷え込んでいった。 原因の一つは、皇帝が協力を約束していた教皇の息子をパルマ、およびピアチェンツァ皇にするという約束が果たされなかったことであった。それどころか皇帝の圧力を受けた施設、フェルディナンド・ゴンサーガによって、ピエロ・ロドビコが追放されたことで教皇と皇帝の関係決裂は決定的となった。やがてピアチェンツァでピエロ・ロドビコが暗殺されると、 教皇は、事件の黒幕が皇帝であると信じて疑わなくなった。が、その年に同盟関係を模索していたフランス王、フランス王は一世が死去した。状況的に教皇は、カール五世と手を組まざるを得なくなった。ピエロロドビコの死に関連して教皇が、教会の名によって求めた賠償は、ピエロロドビコの息子で皇帝の婿でもあるおったび、ファルネーゼが拒否したため、支払われなかった。 このことが、ファルネーゼ数奇教と教皇との間のさかいにつながり、81歳の高齢であった教皇は、精神的にダウンし、病を得るとこの世を去った。パウルス三世の知性に明らかになったのは、もはやプロテスタント運動が、教皇の意思一つで、どうにかなるほど小さなものではないということであったが、彼の時代に、教皇庁改革とトリエント公会議が始まられたことで、 対抗宗教改革の基盤が築かれたと言える。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。